皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も魔女の家ですね、遊んでいきます。さあ、前回カエルちゃんとお別れしちゃったから、もう寂しくて寂しくて、え、おびもうちょっと寂しさを味わうあれですよ。余韻もなかったというですね。さあ、お、上の階に上がりましたか。片目を閉じるのがいいと。あ、目を閉じるんですね。ん？ちょっと怖いんですけど。片目閉じてる。口の中に入るってことですか？閉じてないですよ。閉じて。どっちか。目は開く。開かせる。開かせる。ん？どういうこと？片目。あー、ってことは、この辺？お、来ました。冴えてますね、今日。これで片目が、そうですよね。開いてると。じゃあ進みましょう。おお、目が動きましたね。いやー、怖いですね。何でしたっけ？口の中に手を入れるの。あ、真実の鏡？何でしたっけ？ローマにあるんでしたっけ？トゲが出てる。ほんま、これには当たらないですけど、さすがに当たらないですよね。4つの部屋で音を鳴らせと。お、黒猫ちゃんいらっしゃる。この階は静かだね、と。さあ、では、部屋入ってみましょう。花瓶ですか？かぼちゃですか？ちょっと見ますか。楽譜は、青い目が見つめている。どういうことですかね。顔の形にくり抜かれたかぼちゃが置いてあると、ハロウィンってこういうあれですよね。かぼちゃですよね。あまり良い音はしないと。これはトランプのカード。12のカードには女王の絵、クイーンですか？王様13はキングですよね。うわ、なんかある。叩く。あまり良い音はしないと。一度でも叩きますか。ん？お、良い音がする。なんでしょう、これ。モナリザ風ですか？銀と黒と金髪と赤髪。何ですかね。開かない。叩いたら何か変わるんですかね。変わってはなさそうですね。青い目が見つめるって何ですかね。青色がないんですよね。ちょっと他の部屋行きますか。こっちのお部屋は化粧台ですか？鏡がある。これ何ですか？あ、帽子がかかってるんですかね。ティーカップが置いてある。おお、魔女さんですかね、ここにいるの。ここにもティーカップが。あ、張り紙がありますね。ヒント、オルゴールは12で鳴らせ。ネジがかけている。ちょっと待ってくださいね。ネジがどっかにあるってことですか？どこでしょう？探さないといけないんですか？ネジネジって言ったら何でしたっけ？長崎のお菓子でしたっけ？美味しいですよね。なんかネジってあるおもちゃじゃなくてお菓子なんですけど、かりんとうじゃなくて、なんて言うんですかね、ちょっと固めの。お、魔女の日記。それからこの家に遊びに来た友達みんな丸々バツバツした。みんなこの家に旅させたと。おお、怖い。おお、びっくりしなかった。ピエロ人形のびっくり箱。いやー、かわいい。びっくり箱、今まで開いたことないですね。びっくり箱って売ってるんですかね。なんか蛇とか出てくるのが人気なんですか。何が出てくるんですかね。ちょっとこれ鳴らしてみますか。お、大丈夫？鳴りましたけど。おお、帽子が出ます。うしょーん。ちょっと待って。わー。
やっぱりネジが欠けてたらダメってことですか。そうですよね。怪しいのはなるべく触らない方がいいですけど。おもちゃ箱。どこかにネジがあるはずなんですけどね。顔が赤く染まっていると。ネジが欲しい。この子からネジ外せないんですかね。もしかしたら、今のビックリ箱が開けたから、こうなってしまったのかもしれませんけど。あ、よかった。オルゴールのせいでしたね。あ、この子が動いたんですか。おもちゃのチャチャチャですか。おもちゃのチャチャチャと。チャチャチャ、おもちゃのチャチャチャと。豪華な衣装が施された花瓶が飾られていると。あ、光ってる。お前が引く必要はないと。引きません。絶対引きません。もうこの通りにします。瞳の研究という本がある。瞳の色は人によって違うものである。特にこの地方の女性の瞳の色について以下のことが分かっている。髪の色によってそれぞれの瞳の色が異なる。髪の色は銀、黒、金、赤。瞳の色は茶、緑、青、赤と。ややこしいですね。銀髪の髪は赤。茶色の女性は金髪か赤。これメモらないと覚えきれないんですけど。青は？ 青が見たかったのに。ということは、茶色の瞳は金髪か赤髪。銀色の髪は赤い瞳。ってことは、金、銀、赤の髪は出てるから、黒が出てないから、黒が緑か青ってことですか？ちょっと他の椅子も調べますか？この辺も。何もないですね。もう一応ピアノも調べて、ネジがあれば。特に弾くわけではないと。ああ、弾くって出ないですね。この上は？あ、開かない。結構鍵が。4つの部屋で音を鳴らせと。ああ、じゃあここ、もうびっくりしちゃう。さっき兵隊でやられちゃったから、兵隊さんが横にいるだけでびっくりしちゃう。ってことは、楽譜は青い女神。楽譜ってあのピアノの楽譜ってことですか？青い女が見つめているということは黒髪のこの子ですか？ここ開かないでしょ？これ動かしたらできるんですかね？動かせない。トランプ。なんでしょう？叩いてなんか意味あるんですかね？なんか今動きました？おお、ドアが開いた。なんで？うわ、またなんかある。お部屋に銅像があるってありますか？日本にあるんですかね？そういうお屋敷とか、お屋敷だってあるんですかね？さすがになるほどくんじゃないですね、銅像。私は太陽でもあり、砂でもあり、鳥でもある。私とは何かと。太陽、砂、鳥？何でしょう？ちょっと待ってくださいね。女性か？太陽、砂、鳥？砂？男性、どういうことですかね。砂、太陽。太陽といえば何ですか？暑いですね。砂といえば、砂丘。砂時計とか？鳥？あー、鳥ってこれ、鳥が出てくるってことですか？太陽時計って確かにありますね。
何でしたっけ、棒を立ててから影の長さで何時か、おお、わかるっていうネジが出てきた。女王のネジ、すごいネジですね。これで、この黒髪ちゃん怪しいんですけどね。あれ、かぼちゃが効いている。トランプは、トランプはまだ謎ですね。さあ、ではまずネジを、ちょっと待ってくださいね。その前にちゃんとセーブしておかないと、いつなんか襲ってくるか分かんないですから。さあ、では行きましょう。それは今あれですね、私豆乳とコーヒーを混ぜてですね、カフェラテ風にして飲んでるんですけど、いやー、結構美味しいですね。普段あんまり思いつかない組み合わせですけど。来ましたか？オルゴールなりましたけど、ちょっとこっち入ってみますか。そう、なるほど、この弟ちゃんから教えていただいたんですよね。飲んでみて美味しいよって言ってですね。いやーと。ピエロちゃんが。なんか動きましたか？特に日記があっただけってことですか。あと、ピアノ。ピアノですか。ティーカップもなんか怪しいんですけどね。この辺。音楽が鳴ったから、何かさっきと変わるとか、こう絶対なんか映りそうですけど。お？何これ？緑色の瞳の少女が映ってると。ああ、このビオラちゃんでしたっけ？ちょっと待って。合ってますよね。緑。覚えておきましょう。緑色ですね。え？嘘でしょ？なんで？いや、これもしかして、やらかしてしまいました、ナロウ君。使用してませんでした。手に持ってるだけではダメと。さあ、これでいいんですね。もうこれでダメでしたら、もう閉じ込められたってことですね。大丈夫ですかね。行きましょう。おお、怖い。兵隊さんも動かない？なんか、取れないですか？何か。あとここですよね。花瓶でしょ？グランドピアノ。ちょっとピアノまだ弾かないですね。誰かに弾いてもらうってことですか？ここも音鳴らさないといけないのに。ちょっと何か足りないですね。何か持ってれば。そもそも4つの部屋ってどういうことですかね？部屋？部屋4つもありますか？オルゴールでしょ？あとここでしょ？楽譜がいるんですね。さあ、何もアクションが起きないですけど。お！びっくりしちゃった。これですか？関係ないですか？普通になんか楽譜手に入るのかなと思ったんですけど。入らないですね。あ、時計が置いてある。あ、椅子が動かせる。ってことは、そういうことですね。多分こっちに持っていくんですね。塞いじゃった。塞いじゃった。椅子が動くってことは何かできるってことですよね。こっちですか。あ、乗れた。来ました。何か取って。取ってくれない。先に進めなくなっちゃった。あの椅子が怪しいんですけどね。椅子持ってきて、いや、絶対そうですよね。このなんか、どれかに、あれするんだと思うんですけど、登って取るんだと思うんですけど、動かなくなってる椅子が。万事休すですか。さあ、では、
ヒント見ますか。猫ちゃんヒント。猫ちゃんですよね、下のヒント。さあ見てみましょう。さあ黒猫ちゃんヒント。絵画の女の人はじっと向こう側を見つめてるね、と。向こう側の壁に何かあるのかなと。そういうことですか。ここさあ、私は黒い紙だと思います。おお、うわあ、待って、額縁。いやー、額縁になっちゃえて、なんかそんな感じですけど、今なんか広告で伝説になっちゃえっていう広告流れてふと思いましたけど、さあ合ってたんですね。黒髪ちゃんで合ってて、ここから逃げようということでございますと。嘘。いやー、まさかのですよ。ってことはこっちですね。こっちから、上から来るから、右からあれするんですね。引きつけてから行きますか。こう行けばそっち通れるの。さあ3度目の正直。こうちょっとデモンストレーションですね。こうやっぱちょっと指が反応がですね、難しいですよね。こうして2マス行って上ですね。 OK です。行きましょう。ってことはこっちに、ここで引き寄せますか。この位置でバッチリですね。準備万端ですよ。これ何ですか、五戦士っていうんですかね。そっちから来ちゃった。よし。なんでちょっと、さあ今から一体何をすればいいんでしょうか。全くわからない。アイテムが入ってるからこれで合ってるはずですよね。こう来てこれ、お、あ、叩き壊す。おお、消えました。なるほど、この黒髪ちゃんのこれで、これでいいですかね。じゃあ、ピアノのとこ行けばいいんですかね、これで。ちょっとセーブ取らせてください、猫ちゃん。いやー、難しいですね。アクションが、特に逃げるだけなんですけど。これでアイテム、こっち向きですよね、ピアノ。鍵盤が見えませんけど。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないように、早く帰ってくるようにと、父よりと。これ手紙でしょ。なんで今手紙読んだの。あ、ピアノは弾かないですよ、ピアノは弾かないです。おお、勝手に動き出しましたよ。あ、なんか落ちた。花瓶が震えてと。何の衝撃ですか。さあ、何をもらったんですかね。王様のネジ、この子に。この子にネジつけて回して、できたらまたやられそうだから、ちょっとやめますか。他に何かありますか。さっきの時計ですかね、上に登れたから。このトランプ結局何だったんですかね。もう説明文も出なくなっちゃった。うお、顔がこう、ちょっと今一番びっくりした。第3弾目で一番このちょっと動く演出にちょっと一番びっくりしたんですけど、ん、何ですかね。これで使用する。あれ、使用できないですね。あれ違いますか。王様のネジ、時計かなと思ったんですけど、他なんかありますかね。ちょっと戻りますか。他にネジ、それがさっきの扉進めるとかですかね。鍵が開いてるとか。4つの部屋で音を鳴らせと。これピアノは今音出てますよね。これはもう見ましたから。
何者かが座ってる気配すると。さあ、ではちょっと黒猫ちゃんヒント。さあ、音を鳴らすものがあったらいろいろ調べてみようと。うわ、ガラスまで割れちゃった。これもうオルゴール鳴ってるから、あとやっぱあそこに時計ぐらいじゃないですかね。ブオーンみたいな感じの音が鳴るの。花瓶？花瓶割れちゃう？関係ないですよね。これももう終わったから関係ないでしょ。じゃあここで使うんですかね。あ、使いました。あれですね、椅子の一歩手前でアイテムを使うって難しいですね。時計が時を刻み始めたと。4つの部屋で音を鳴らしたと。4つ？オルゴールと時計とピアノしか鳴ってない気がするんですけど、もう一個何ですか？もう一個。ここの部屋なんか音鳴ってるんですかね。うわ、顔が。いつの間に。これなんか気づかなかったらなんか普通に気づかないような気もしますけど、気づかれる方は気づかれるんですかね。いや、私もちょっとホラー苦手だから気づきますね、こういうちょっとした演出。お、ドアが開いた。話しかけたくない。うわ、いける。おお、なんかありましたね。魔女の日記。病気は嫌、外に出られないと。特に何もないですか。でちょっと話しかけますか。わあ、ステンドグラスってなかなか教会ぐらいしか見かけないな。私の指はどこにもないのと。指輪を探してってことですか。あれ、開かない。お、どこですかね。また壁ですか。ちょっと、うわ、なになに、動かない。開いた？鍵開かないですね。今何の音だったんですかね。この中？指輪ないですね。もう一回話しかけますか。私の指輪と。なんか持ってましたっけ？手紙しかないですけど。お？何ですかこれ。こんなんありましたっけ？暖炉。覗いてみる。指輪！銀はしごがかかった。矢印書いて降りてみると。さあ、なんで下に3階に戻ったってことですか。矢印書いてますけど、この中。うわ、めくり。あー、なんかダミっぽい気が。お、あれ、こっちありました。ドアどんどんなんか引き寄せられてる気がしますけど。わー、怖い。なんかいそう。この中に指輪があったらいいんですけど。何ですかこれ。金の箸、銀の皿みたいな。なんかお寿司屋さんみたいな。これをどうすれば。火を止めると。持っていくんですかね。三択。匂いを嗅ぐ。蓋開けたらダメな気がするんですけどね。なんか金の箸使えませんか。箸で中身を探ると開けずに。ああ、やっぱ開かないといけないですね。よし、これで。金の箸。何が、あ、これで指輪出てくるってことですか、もしかして。お、なんか上に誰かいますけど、何ですかあれ。鷹ですか。
はやぶさですかね、鳥っぽいんですけど、豚の指輪？そうですね、見間違いかと思いましたけど、何ですか、開かない？こっち？開かない？ちょっと、ダメパターンですか、これ。やっちゃいましたか。使ったものは元の場所にと。さあ、返しましょう。金の橋を返してってことですか。さあ、戻します。え？肋骨でしたよね、確か。確か、ちらっと見た限り、文章肋骨って書いてあったような、難しい感じだったから、多分合ってますか、合ってますか。おぉ、よかった。何ですかね、間違ってたら、誰かが階段を降りてくる音が聞こえる。いや、ちょっと待って、やめて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 。おぉ、セーフ。何ですか、5秒。間に合わなかったらどうなってたんですかね。それはそれでちょっと気になりますけどね。ちょっと、どこ、これ動いてるの？おお、戻ってこれた。いやー、怖かったですね。すごいですね。なんかいろんな演出があって、あんまり見ない演出が多いですね。これはありがとうと。さあ、開いた。嬉しい。ゴール。もうゴール。階段が何階建てなの ?10 階建てとかもしかして。さあ、もう何回か忘れましたけど、黒猫ちゃんどこ？ステンドグラス怖いんですけど、これ絶対何かありますよね。ああ、びっくりした。あ、平和さんがライブですかね。ちょっとこの後、あ、もう30分もお遊びしてますね。じゃ、ちょっと黒猫ちゃん見たら、セーブ取って休憩いたしましょう。何かある？紫？あー、これ並び替えるってことですね。紫の子は持ってないですけど、一旦持ってここに置い、あ、これ置かない方がいいですか、色違うから。でも紫ないんですけどね、ここには置けないと。で、一旦置きますか。で、水色ちゃん持って、置いて、で、まあ色順で合ってるんですかね。ヒントがないからちょっと分かんないですよね。これ部屋から出たらまた配置戻ってたらちょっとショックですけど。おお、開きましたか。こっち見ないで。何これ。おお、終わりですか、もしかして。あ、ここ最上階なんですか。よし、セーブ取りましょう。さあ、ではですね、休憩ですねいたしますので、今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況をたくさんお出ししてますので、よかったらご覧くださいませ。では、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。